たまにさ、コメント欄でさ、多分麻雀ちょっとかじってるんだろうな、みたいな。切り順的にこれとこれだから、この相手の手はこれだ。だからこれ以外は全部いける、みたいな。見るんだけどさ、麻雀上手い人の手読みって一点読みじゃないんだよな、基本的に。中級者が陥りがちな罠。手読み。手読みを意識しすぎると、ガチで余計な補充増えるから、気をつけた方がいい。まあ、結局な、本当のトップ層に近づこうとすると手読みは必須テクになるんだけど、参考にならん。期待値ゲーだから、麻雀は。90% ぐらいの確率、もうほぼ確でこの牌当たるかもしんないけど、残り 10% の確率でめちゃめちゃリターンがでかいとかだったら打つこともあるしな。まあ、90% 補充する牌なんてないけど、高くて 50%。